原爆投下前の市中央武道新園の中心が爆心地で、左上の T 字橋が愛 o 橋その左下の高地が投稿。1974年の平和公園周辺、国土交通省国土画像情報をもとに、作成左上に旧校舎時代の投稿が見える。広島市立本川小学校は、広島県広島市が区本川町一丁目にある市立小学校、漫画、 裸足の源に登場する本川国民学校は当校のことである旧大田川を挟んで広島平和記念公園の西側に位置する同敷地内に広島市立本川保育園があるまた学区内に本川幼稚園があるこの辺りは江戸時代から商業地域として栄えており地元住人の要望により1873年に創立 1945年8月6日、広島市への原子爆弾投下により被爆した。戦後、復興に伴いこの辺りは、商業街として境生徒数も増加したが、近年は、ドーナツ化現象により、生徒数は減っている。広島原爆で焼け残った、旧校舎の一部は、現在平和資料館として活用しており、現存する被爆建物の一つである、広島市中区の以下の地域。 卒業生は、基本的には、広島市国体寺中学校に進学する。出身者1945年11月、鉄筋コンクリート構造地上1階地下1階、もともとは休校舎であり、地下は下駄箱として使用されていた。小学校の敷地内にあり、通常の授業に支障をきたすことがあるため、見学には小学校側に事前申し込みが必要となっている。 被爆状況の写真パネルなど30点ほど展示。1階には被爆したガラス瓶や缶詰、モンペア自転車のチェーン、38式不標準などが展示されている。地下には広島平和記念資料館で展示されていた古いジオラマがこちらに移設され再利用を展示されている。1928年7月、指導牧家食卓の建築家、増田清の設計により、 市内の小学校としては、最初の鉄筋コンクリート校舎として落成した。地上3階地下1階、L 字型をしていた。1945年8月6日、被爆。ここは、爆心地から約410メートルに位置し、爆心地から最も近い小学校となった。爆風は窓枠を吹き飛ばし壁をくの字に曲げ、四千度もの、熱線は校内を火の海と菓子学具を燃やし尽くした。 一瞬のうちに400人余りの児童と10人余り、教職員が亡くなった。生存者は、教員1名、生徒1名。翌7日、ここは、臨時病院、救護所となり、校庭では多くの死亡者が焼かれていった。その後、校舎は最低限の補修を施され、翌1946年2月には、授業が再開した。その後も補修工事を繰り返し校舎として使われて、 いたが、進行者落成に伴い1988年4月に一部を残して取り壊された。残された部分を活用して、同年5月から平和資料館を設置している。ありがとうございます。